本当に気持ち悪い平野仕様が訪れたサンドウィッチ店をファンがすぐさま特定で大混乱の裏側。7月7日、トベの公式 YouTube チャンネルの生配信で、同社で活動することを発表した元キングプリンス以下、キンプリの平野仕様 すぐに個人のインスタグラムアカウントを開設し、プライベートの様子を投稿したり、ファンから募った質問に返答するなど、日々熱心に更新をしているが、先日、カフェでレモネードを飲んでいる写真をアップしたところ、あっという間にファンが店を特定。現在、店舗にファンが押し寄せる事態になっているという。 5月22日をもってジャニーズ事務所を退所した平野は2ヶ月も経たないうちに元同僚である神宮自由太と共に飛べでの再始動を報告。楽曲のリリースやライブの開催など具体的な活動は今のところ何も発表されていないがファンは日々更新されるインスタの投稿を楽しみにしているようだ。 投稿から1時間でファンに埋め尽くされた、平野さんのインスタのフォロワー数は375万人、8月2日現在、一稼キ金プリのアカウントはフォロワー数234万人ですから、実に100万人以上も上回っていることになります。今日本で最も注目を集めているアカウントと言っても過言ではないでしょう。平野さんのインスタは、 更新されるたびにネットニュースに取り上げられるような状態で、ここ最近、特に話題を呼んだのは、7月30日に投稿されたカフェでの一コマ。皆さんいかがお過ごしですか夏少すぎませんか昔こんなに暑くなかったですよ。猫、ね、の涼しそうな僕を見て涼んでください。 体調を気をつけてという文章とともに鮮やかなイエローの壁が印象的な店でレモネードを飲んでいる自身の写真をアップしたんです。恋人気分を味わえるショットだとファンの間で大反響を呼びました芸能記者。続けて平野はレモネード後の散歩として線路沿いを歩く写真と動画も投稿。店舗内とメニューの写真。 そしてこの線路沿いの風景からファンはこのカフェをあっという間に特定し SNS 上で,で大拡散されたそうだ。平野さんが訪れたのは東京目黒区の駒場灯台前にあるスタンサンドイッチストア、スタンサンドイッチストア、イカスタン。席数26のこじんまりとした雰囲気のいいカフェで、サンドイッチの他にライスメニューやおつまみ、デザートも提供しているそう。 スタンへの関係者は個人のインスタアカウントのストーリーズに投稿から1時間後店内がファンで埋め尽くされ、外に並びができ、電話なりやまず DM 予約だらけ。作るのは全択 BLD トレモネード。恐るべし平野市さん。と投稿してより平野参考下で、現在店は大繁盛しているようですね。 ちなみに BLD は平野さんの投稿した写真に見切れていたのでファンはレモネードと一緒に注文しているのでしょう。前どこの事態にスタン側は大喜びのようで店のインスタのストーリーズにレモネードを仕込んでいる様子や平野が着席したテーブルの写真を次々と投稿。 またスターン関係者も、これくらい仕込んで、これくらい終わらせてとか計算しながらやってたけど自分がアホなのを思い出したので、とりあえず全部やるという高校球児スタイルに変更。さてさて今日も、自治レモン専属モデル目指して、と、それぞれパンとレモンの写真を添えて発信している。 ただ退去して押し寄せるファンに対応しきれなくなったようでスタンは当面の間はインスタやメールでの予約またテイクアウトをストップすることを発表一方で中休みをなくし投資営業を行うことを決めたそうですスタン側は平野参考家の凄まじさを実感していることでしょう前どうしかしそんな盛り上がりの裏で SNS 上では 平野の訪れたカフェをすぐに特定するファンに対する苦言も見受けられる。店側も特定して欲しかった平野さんは7月、10日神宮寺さんと海の方を行ってマグロ食べてきたことを報告し食事中の写真をアップ。背景にはモザイク処理がされていたものの、これもファンが店はという間に特定し、SNS で拡散していたんです。 こうした事態を受け、もし今後、平野さんが自宅周辺の写真を投稿し、家が特定されるなんてことになったら、と、心配を募らせる人は少なくなかったようで、安易に特定拡散する行為はやめるべきという声が上がりました。それから1ヶ月も経たないうちに、またもや平野さんが訪れたカフェがすぐに特定され拡散。 ファンが殺到する事態となっただけに、SNS には、場所特定して行ってる人いるけど本当に気持ち悪い場所特定してすぐ行ってるオタクいて怖い。平野気をつけて寝まし、変なトラブルに平野紫輝く巻き込まれませんように。といった声も飛び交っています。ウェブメディア編集者。しかし、今回の写真は、 背景にモザイク処理などがされていなかったため、スタン側も宣伝になる、と踏み、インスタへの投稿を了承していたのではないかと見る向きもある。つまり、ファンが店を特定し、来店してくれることを見越した上での投稿だったという説だ。とはいえ、平野さんは店名を書いていなかった。ため彼がスタンではない別のカフェに訪れたというガセムで回っていました。 こちらは渋谷にある M というカフェでメニューにレモネードがあり店内の壁もイエローとあって確かに間違える人がいてもおかしくないですが M の関係者からしたら迷惑以外の何者でもないでしょう店側に了承を得ていたのならばむしろ投稿に見せ目を入れておいた方が良かったのでは前どう ?5 つの SNS 投稿でこんなにも波紋を呼んでしまうのは それだけ平野が注目を集めている志だが今後何らかのトラブルに巻き込まれないよう十分に気をつけてほしいものだ。